日本各地で自然を身近に感じながら上質な時間を楽しみませんか。今回の大人釣りクラブは大阪府泉南市の旅。天谷太刀魚釣りでドラゴンサイズの太刀魚を狙います。さらに太刀魚料理を地酒で乾杯。みんなどれも飲みすぎてしまいそうなお酒。釣りは人生に潤いを与え、より一層豊かにしてくれる文化です。釣り人ならではの楽しみ、旅、食を通じて上質な時間をご一緒しましょう。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたします。みなさんこんにちは。今回も始まりました大人釣りクラブ。この番組は釣りの経験がない方、最近ちょっと釣りから離れているなっていう方、そして今も釣りはしているけれど他の釣りにもチャレンジしたいという方を中心に楽しいフィッシングライフをご提案いたします。また釣りとともに訪れた土地の歴史や文化に触れ合う楽しさもたっぷりとお伝えしていきます。前回に引き続き大阪府泉南市からお届けします。今回も釣りと旅をご一緒していただくのは関西の船釣りといえばこの方、今井浩二さんです。こんにちは。お願いします。はい、よろしくお願いします。前回の太刀魚は楽しかったですね。そうですね、はい、まあまあほどほどに釣れましたし、はいはい、サイズはサイズはまあポイントによって、はい、多少大きいところ、うん、小さいところがあるようですけどね。なるほど、はい、となるとドラゴン釣れる確率があるっていうことですよね。うん、まあもちろんあります。そうですよね、はいはい、ただね、うん、一見簡単そうに見えて太刀魚釣りどこが深いから、はい、まあその難しさというか、はい、面白さ、うんうん、これがまだまだお伝えできると思います。そうですね、伝えていきます。泉南市周辺の見どころもまだまだお伝えしていきます。今井さんよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。大阪府南部に位置する泉南市は北西は大阪湾に面し、南東は泉山脈を境に和歌山県と接した風光明媚な町。沖合には関西国際空港があり、たくさんの人が訪れています。せっかく太刀魚を釣りに来たんでね、はい、太刀魚に合うお酒探して、はいはい、やってきました。はい、何は酒造さんです。何は酒造さん、古いを作る酒屋さんみたいですね。はい、2人が訪ねたのは1716年創業の何は酒造です。早速酒蔵を案内していただきました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。ここで当時やらせてもらってます、はい、畠山と申します。はい、よろしくお願いいたします。中の方、はい、案内しますので、こちらに井戸がありまして、はい、うち300年続いてるんですけども、創業当時から、ずっと、はい、湧いてる水になります。泉葛城山脈の伏流水でして、水質としましては硬質になります。ですので灘伏見が有名なんですけども、灘の方に、はい、男酒に近い方のお水になります。はい、水温もほぼ一年中変わらない。あ、変わらないです。はい、これをでお米洗いまして、はいはい、仕込みの水なんかにも全てこちらの水使っております。はい、次こちらで絞る機械の方を見ていただきます。はい、今大概他の蔵さんなんかではやぶた式って言いました横式のものを汁が外に出て間にカスが溜まるっていう酒カスが残るっていうような機械を使うんですけれども、うちの場合は昔からの方法でして、袋に一個一個もろみを入れまして、それを重ねて積んでいって上からプレスするという形のものです。じっくりじっくり重みだけでこう出てくる。はい、ですので雑味も非常に少なくですね、いいものは全てこういったこれで、はい、これで絞っております。
その美味しい水と昔ながらの製法で作るお酒の味は。じゃあ早速試飲させていただいていいですか。はい、ではまず最初こちら、はい、純米吟醸の方から飲んでいただきたいと思います。あ、はい、あすごい後口いいですね。美味しい。あと綺麗の方が、うん、いいので食中酒としても、うん、ね、いいかと思います。うん、はい、脱味ほんまにないです。 ありがとうございます。続きましてこれ、はい、今年の全国新酒品評会で金賞いただきました、うん、お酒をぜひ飲んでいただきたいと思います。何山さむねの大吟醸ですね。はい、うまみありますねこれ。ありがとうございます。美味しいよ、はい、味があって、だけどキレがすごい。 ありがとうございます。タチウオみたいなちょっと脂の多いような魚っていうの、味に負けない味、こういう形も好まれる方も結構多いです。もうタチウオ欲しいですもん。次こちらちょっと変わり種なんですけど、前代未聞って言いまして、古酒なんですけれども磨き 19% 磨いてます。はい、あ、だけどそんなに寝かしたと思う、あれですね、またちょっと違う。そうなんです、ね、はい、あ、でも全然私は好きですけどね。うん、ね、美味しいでしょ、味もあるしね、うん、ほんまの米の芯だけで醸したお酒ということになります ね、 そうですね、十何パー。そうですそうです、ね、はい、そんなに寝かしたお酒とは思えない、うん、確かに、ね、飲みすぎ注意で、飲みすぎ注意ですね、飲み口が良すぎて、はい、ついつい。皆さんも雑味のない美味しいお酒はいかがでしょうか。ドラゴン、いやー、どうでしょうかね、結構引っ張りますけどね。この後ドラゴン級のタチウオを仕留められるのでしょうか。天谷太刀魚釣りを楽しもうとやってきたのが泉南市の岡田浦漁港です。今回お世話になる港丸2に乗り込み、午前6時に出船。関西国際空港連絡橋をくぐりポイントを目指します。およそ40分でポイントに到着しました。前回は食いしぐる太刀魚の棚を探り、ついに当たりを捉えました。よいしょ、お、うわ、元気、刺され結構あるからいけるか、よし、やります。おーい、あ、来てるけど、まだ、もうかかった、あ、外れた、来てます、しませんね。やった、ツン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 ってきてて、あー、ダメかなと思ったらしっかりガンってきたからちょっと合わせました。タチウオの棚は変わりやすく、先ほどまで海底付近で釣れていたのに突然浅い棚に変わることがよくあります。船長から指示される棚を常に意識して探るようにすれば、ご覧のようにタチウオを仕留めることができます。さあ、目指すはドラゴン級のタチウオ。みそのさんも頑張ってください。では今回のタックルについて教えていただきましょう。今日のタックルですけどね、で水深がね50から60って比較的浅いポイントなんで、タックルもライトな方がいいかなと、竿は柔らかめの調子、73の M というのに変えまして、フォースマスターの400に変えてます。
この水深でしたらもう糸巻きでも十分ありますし、軽快な釣りができるかなと思ってタックルをちょっと変えました。これが新製品のテンヤです。激早って言いますけど、タチウオって割に細かいポイントをずっと何遍も流すんじゃなしに、大きく流していきながら群れに当たるとバタバタと釣れる、そういう釣りですから、群れに当たって釣れた時に一匹あげたらすぐに餌を付け替えて入れ直すとまた続けて釣れる可能性高いんですね。そのために餌をつける時間を短縮するためにこういうものを考えたって、それが激早って呼んでます。でもう餌の装着は簡単です。ヘッドをここに合わせて、エラのところにこのフィンをかけて、これを押さえ込んでからそのままパチッと閉じるだけですね。これで完成です。タチウオってこのイワシの腹を狙って食うことが多いんで、ここだけ大きく上げてありますよね、食いやすいように。でこう食いに来たやつをここで引っ掛けるという、そんな感じのマネです。ワイヤーを巻くのが面倒など、さまざまな要望に応えて作り出されたのが船天や激早なのです。タチウオ釣りにはさまざまな誘いがあるんだそうです。僕がいつもメインにしてる釣り方はですね、ショートピッチジャーク、短いピッチで誘って半回転かもしくは一回転巻く、シャクって巻いて止める、ここで必ず止める時間作ります。次はストップアンドゴーですね。巻いて止めて巻いて止めて、こういう誘い方になる。でゆっくり巻くんじゃなしに、この時はストップアンドゴーの時はリール割りに早く巻きます。3回ぐらいで、しばらく止めて待つ、当たりなかったらまた巻く、ずっとこれで棚まで探ってくる。次はただ巻きですね。スロー巻きで、誘う時ですね、リールのカウンターの数字はね、だいたい遅い時で2、早い時で5から7ぐらいまで上げることあります。まあ普通で誘う時は3ぐらいが、ちょうどいいかなという感じですね。今3で誘ってます。なかなかの活性が高い時は少々速いスピードで誘ってもかかってきますから、ああかかってしもうたコメント途中でタチウオが張りがかり、徐々にタチウオの活性が高まっているようです。さあサイズは、ちょっと小さかったけど、で激早で釣れました。これで、群れ当たってると思いますんで、すぐ餌付け替えて織り込むと続いて釣れる可能性高いですね。だからワンタッチでこの餌交換ができるという、これがその激早の強みだと思います。みそのさんも船天や激早に変えてサイズアップを目指します。簡単にすぐできます。ああかかっちゃった今井さん、一頭ごとに当たりを捉えています。果たしてドラゴン級のサイズを仕留めることができるのでしょうか。徐々にサイズアップとなっていますが、残念ながらドラゴンサイズはまだ仕留められません。来ました。タチウオは鋭い歯を持つフィッシュイーター。誘いによって逃げる小魚を演出し、食いついてくるタチウオを張りがかりさせるのです。群れとなって泳ぐタチウオは一匹姿を見ると続けて仕留められることが多いのです。よく釣れるんで、ちょっと釣果期待できます。激早ついてるんですけど、
こう下のお腹の部分だけちゃんと開けてあるんで、やっぱりタチウオここを狙って食ってくるみたいですね。綺麗にこのお腹の部分だけ食いに来てます。で反対側見るとこういうフレームあるんですけど、このフレームのこれ上からでも食ってるんちゃうかなという感じしますよね。これやっぱり窒光部分のやっぱり大きい、それの反応があるんかもわかりませんね。やっぱり手外食に狙えるってのはすごく、そうそう、それがやっぱり一番の利点ですからね。もう餌の交換早いから、食い立ってる時にすぐ入れたらまた次来ますね。みそのさんが釣ってくれると思います。ドラゴン、ドラゴン釣りたいですね。確率高いですね。女性とか子供さんがやってるのは、割にドラゴン確率高いのは、まあ、誘い方が優しいせいかな。ゆっくりこうスローリー誘うことが多いが、それに反応するのかも分かる。へー、だからおっちゃんより確率高いです。頑張ります。ドラゴン、いやーどうでしたかね。結構引っ張りますけどね。よう引いてるよ。今なんぼで誘ってます。5、え、何してるの。マジスピードは5、7です。え、7にしてる。よいしょ。そんな肩が大きいわけじゃないですけどね、元気いっぱいです。お腹がねやっぱりちょっとぷっくらしてますけど、ね、徐々にサイズアップ。そろそろドラゴンサイズが見られるのでしょうか。またしても今井さんが合わせました。ちょっとでかいか。見よ。ああ、メーターぐらいやな。いい方ですね。うん、今井さん絶好調ですね。ああ、良かったです ね、はい。今日は朝ちょっと渋かったんで、ね、心配したけど、お腹がやっぱりぽっこりしてる。お腹持ってこれ、ね、卵持ってるかも。かもしれないですよね。美味しいよ。漁系のタチウオが次々と釣れ続きます。今度はみそのさんが力強く合わせました。来ました。いやーどうですかね。今日引いてるもん。そんなに大きくなさそうですけど、何だろう。今日はこれぐらいの方が多いですね。でもお腹はちょっとぷっくりしてます。なんとかドラゴン級のタチウオを仕留めようと仕掛けを下ろします。またしても今井さんが大きく合わせました。姿を現すのは、
綺麗やな。これやっぱ何料理？お作り。それとお作り取った後のね、皮をね、竹串に巻きつけて塩を振って焼くの、皮焼き。これがね、お酒のあてに最高。その後も太刀魚を仕留めますが、ドラゴン級の太刀魚の姿を見ることがなく終了としました。さあ、釣った太刀魚を美味しくいただきましょう。特別に調理していただくのは、ご主人も釣り好きの居酒屋リンさんです。太刀魚のさばき方を教えていただきました。これが頭と尻尾取った形になってます。ではさばかせていただきます。ですね、そんなに難しく考えんでもうええと思います。中ボロに当てるように当たったな、ちょっとここまでいけます。これも同じように中ボロに沿ってちょうどここを持ちまして、こうですね。とこういう形になります。お刺身にする場合はちょっとこの血合いがちょっと気になるんで、血合いを取らせていただきます。太刀魚ね、このままでもね美味しいですけど、ちょっと新鮮なんで隠し包丁の方を入れたいと思います。やっぱちょっとね、口に皮が残っちゃう場合もあるんですけどね、こうすることによって太刀魚は皮が目が美味しいんですよね、すごく。それで一緒に食べていただきたいということで、皮が好きっていう人もおるんで、これは半分ずつにしてスッスッと、こういう形ですかね。すごい豪華料理ですね、太刀魚。太刀魚尽くしです。すごいですね。美味しそうですよ。何かできます？やっぱりお刺身ですかね。であるね。はい、いただきます。歯ごたえすごいでしょ、うん、多分。はい、歯ごたえがすごい、うん、でもなんかこう甘みがじゅわって出てきます、うん、噛みしめるたんびにこう旨みが出てくる感じ、うん、油と一緒に、うん、次炙り。やっぱり炙った方がちょっと油が、うん、回ってるかな。またちょっと違います、ね、うん、美味しいな、うん、柔らかくなりました。その代わり油が出てるってことですね。うんうん、またちょっと違う、美味しい。これはやっぱお酒ですね。酒が次は次塩焼きですね。いただきます。うん、塩が効いてて僕一番好きなの。あ、そうなんですか。うん、ダチュウで塩焼きとか。いやでもこれも本当にお酒合いますよ。うん、また今度は身が香ばしになって、あ、塩加減ですね。ですよね。うん、塩梅がいい。続いては白ご飯が欲しくなる太刀魚の煮付けです。じゃあ最後に天ぷらをいただきましょう、はい、やっぱり太刀魚のサイズが良かったから身が分厚いですね。うん、うん、美味しい。今井さんはネギ醤油で味付けした天ぷらをいただきます。いや、どうですか。こっちはビール欲しない。ビールにも合います。いや、いいですね。タチオのいろんな料理にできて、いい音。美味しい。油の乗った太刀魚料理、絶品ですよ、う
いや今回もたくさん釣れましたね、はい、よかったですね、はい、肩はねドラゴンは釣れなかったですけど、うんうん、結構いい肩が後半出てきて、そうね、後半出ましたからね、はい、うんうん、ドラゴンはそんないきなり釣れてもそうですよ、ね、夢がなくなりますから夢がね、はい、やっぱりこれからの目標にね、次回の宿題でまた楽しみにね、はい、していきたいですよね、うん、今回の旅どうでした？新鮮でしたね結構、うん、僕も大阪府には住んでますけども、はい、泉南のね、そうでしょうね、水なすの畑なんて見たの初めてですし、はい、うん、みずみずしくてね、うん、美味しかったですね、大好きなお酒の蔵元にも行けたし、あ、お酒、はい、嬉しそうです、美味しかったですね、美味しかったです、味比べもして、はいはい、最高でございました、はい、皆さんもぜひ太刀魚釣りチャレンジしてみてください、楽しいですよ、はい、たっぷりいただきました、美味しかったですね、美味しかったですね、はい、今回使用したタックルはこちら、引き味抜群の天谷太刀魚釣り、皆さんもぜひ体験してください。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたしました。